はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今日ご覧にいただいてますのが、ライカ、ズミクロンの、50mm 人狼タイプですね。はい。大変ポピュラーで、人気のあるタイプの人狼型の、初期型の 50mm ですね、ズミクロン。はい。で、これはですね、スクリューマウントですね。M マウントでなくて、L マウントになりますね。はい。で、外観ですけれども、外観は全然綺麗でですね、スレとか、落下した跡とか、どっか当たりとかへこみのようなものは見られないですね。はい。各部品もきっちりとしてますしね。はい。で、レンズですけれども、前玉、後ろ玉ともにですね、吹きすれ、傷のようなものは見られなくて、あとコーティングの穴もないですね。非常に綺麗なレンズになってますね。で、もちろん、中玉も曇りカビのようなものはなくて、ホコリの混入がちょっと見られる程度かなという感じですね。大変抜けのいいクリアなレンズになってますね。はい。ご覧の通りですね。はい。絞りリングも、はい、開閉に、開閉してますね。軽快に。はい。で、油の乗りとか、すれとか、サビとかも全くないですね。はい。でもって、ピントヘリコイドも、重すぎず、軽すぎず、開閉してますね。動いてますね。で、無限遠のロックもきっちりはまってます。はい。はい、付属品ですけれども、ご覧の通り、リアキャップと、ライカ純正のフードですね。50mm 用のフードと、これが、はい、キャップですね、はい。はい。このフードですけれども、50mm にも使えますし、35mm もカバーしてますね。はい。つけるときはこのような感じで装着してつけていただきます。で、保管時とか、移動時にはこうしていただいて、で、こういう形でキャップがつくという感じですね。はい。ということで、大変状態のいいライカ、ゼーズミクロン、50mm ですね。シリアルがですね、117-3766ですんで、1954年の製造、ドイツ製のレンズですね。はい。大変古いレンズですけれども、はい。ちゃんとした保険状態のもとで、保管されていた状態のいいズミクロンですね。ぜひチェックしてみてください。以上です。